どうも、F 動画です。今回は、この特集サーバーっていう前々から気になってたんですけど、この中のキューブクラフトっていうサーバーの、スカイブロックっていうゲームがありまして、それを遊んでいきたいなと思います。まずは、キューブクラフトを選んだのは、ピング値が低いんで、遅延とかタイムラグが、まあ、この一覧の中では少ないのかなと思ったので、早速、つないでいきます。全くこう、下調べをしてないんですけど、わかるこ、ちょっとだけ読んだ内容としては、限られた資源で、課題をクリアしていく、みたいなことが書いてありましたね。スカイブロック、これですね。お、これでもう入れたってことですよね。スカイブロックショップ。ん？クエスト。あ、結構、いろいろありそうですね。クエスト。英語なんですね。なんか、多くのログス。ログスって、ログハウスのログで、ってことかな。そもそも普通の世界の実績解除とか全然できてない状態なんで、いきなりこの世界で課題がクリアできるのかちょっと不安ではあるんですが、これは、え？借り尽くしたら終了とか、そんなことにはならないですよね。だとしたら苗木とか取っとかないといけないと思うんですけど。ん？あ、自動的に？あ、なんかクリアしてますね。クラフト、クリ、英語か。クラフティングテーブルって、作業台のことかな。ということでいいのかな。ああ、よかったみたいですね。ひたすらクエストをやってますけど、なんだこれ。スペード。え？多分4つのツールのことですよね。あ、で、ずっとこの地形で行くみたいなんで、もしかすると、苗木とかちゃんと取って、早めに植えといた方がいいみたいな。可能性がありますね。あ、下に何か続いてますね。ん？あ、石がある。ちょっとまた。ちょっと今は素直に言うことを聞きましょう。おおお、結構育つのが早かったのかな。ちょっと邪魔だな。どこに作ろう。とりあえずおじさんの横でいいか。
ダメ？どういうこと？ああ、なんか話しかけてるってことになってんのかな。ああ、多分そうですね。焦った。ああ、行きましたね。お、急に増えましたね。ツールトレード。で？なんか変な石みたいなのが。というか、これ、敵は？湧くとやばいぞ、これは。え、この石なんだ？構築。ちょっと意味が。これ、スカイブロックメニュー。これはなんだ？ああ、おじさんがいなくても使えるという。ちょっと一個置いてみますかね。ここでいいのかな。あ、そういうこと？無限に手に入る、そういうことか。え？あっちからも手に入るのかな。これは反則？あ、手に入ったな。これじゃあダメなのか。あ、くり抜いていって降りたらいいのか。そっか。56%、11、あれ？11から変わってるかどうかですよ。いや、変わっていない。これ丸石じゃないのか。丸石。構築。もしかして、この丸石も置いたら、あの紫の石みたいになるのか。ちょっと試しに置いて。いや、一緒だな。こっから取らないといけない多いですね。やっと20分の。そういうこと。これめんどくさいぞ。あの3つから絶対取らないといけないと。ちょっとこいつ。なあ。え、木炭って作れる？もしや、もしや、もしや、これを例えば焼いたら、え、もしや、よもやできんな。え、なんとなくやり始めましたけど、これを通じて私の中で革命が起こってますね。次はクエストだけでいいのかな。アップグレード、はいはい、ストーン、いいですよ。これ作ったのはカウントされて、
ないみたいですね。こっから初めて作ることで、ということらしいですね。あ、斧、一応持ってるから最後にしてみますか。1個、2個、3個。あ、やっぱり反応しないですね。うん。で、お、なんかいっぱいありますよ。なんか減りましたね。ウェイファートラベルザトゥザプレーンスアイランド、え、プレーンアイランド旅立てって、あれか、つないでいけってことですね。まあできなくはないでしょうね。で、ハーベストビートルート500個植えろ。だから、あれですね。あの、場所を開拓して広げないと、ハーベスト、収穫、今で、どれぐらいの面積の、一回ちょっと上でやってみますか。いやー、楽しいですね。作業系が好きな人は絶対これハマりますね。絶対という言葉を使ってしまいましたが、おそらく合ってるでしょう。で、予備知識はまあないほど楽しいと思いますね。もうはいはいみたいな感じで知ってますよって、もう慣れきった人は、まあ本当にただの作業、まあやったことあるなみたいな、なると思うんですけど、まあ私みたいなと言いますか、そもそも普通のノーマルな世界もあんまり知らない人ほど結構ワクワクする感じじゃないですか。そういう、あれがあるんだみたいな。そもそもビートルートがサバイバルちょっとやったりするときに村で手に入りますけど、まあ、そんなに、うん、いらないというか、そんな育てませんもんね。はい、今で80、これは時間かかりそうですね。ちょっと一旦、もう一個のクエストがあったほうなの。200個枯れた。これも結局あれですね、領土を、まあ、広げていって、まあ、そっか、植林も言ったら、結構、スピードが速いんで、そんなに言うほど広げなくてもいい。最終的にはここの拠点を捨てていくことになったら、あんまりここで頑張っても、なんか名残惜しくなるというか、そんな気がしてきましたね。ちょっと一旦向こうに行きましょうか。これ知ったときは意外に感動でしたよね。お？ん？たどり着いてないんですけど、いいのかな？お？なんかいるよ。あれは敵なのか？ただの桃なのか。なんかロールプレイングとかで
普通に進めてるとまだいけないところをなんか先回りしていくみたいな、そういうの楽しいですよ。あ、はしごがあれば結構楽ですね。